皆さん、こんにちは。市長の青木英二です。まあ、本日は、まあ、こちらの区民センターの平和の壁画と、そのまた制作をされました画家の宮崎健介さんの作品展の開催のお知らせです。まあ、去る5月の14日からこちらで壁画が スタートしまして5月の27日にあ2週間ほどの時間では期間ではありましたけれども、まあ、宮崎さんを囲むようにして時代を担うお子さんたちそしてあの親御さんたちもこの壁画に筆を入れていただきました、まあ、恐縮です私も少し筆を入れさせていただきました。 そして、こちらの壁画の前に立って、壁画をご覧いただく方の姿もたくさん拝見をいたしました。それぞれの皆さんが、この壁画を見て、様々な思いを抱かれたというふうに思います。改めて、壁画制作をしていただきました、宮崎健介さんはじめ、 この壁画制作にかかっていただいたすべての皆さんに、区長としてお礼を申し上げたいと思います。そして、6月の28日から来月の7月の2日まで、まあ、この区民センターの敷地の中にあります、目黒区美術館、区民ギャラリーで、まあ、この壁画の制作過程、そしてまた、宮崎健介さんが世界中で 制作をされました過去の作品をご紹介をする平和の壁画と宮崎健介作品展を開催をさせていただく予定でございます。まあ、この作品展に作品をお寄せいただきました宮崎健介さん、そしてまたポランド共和国の広報文化センターの皆さんに お礼を申し上げたいいと思います。そして先ほども申し上げましたように美術館ギャラリーはこの敷地この壁画のすぐそばにもありますのでぜひ多くの皆さんに足を運んでいただければと思います。最後になりますけれども今回のテーマは「つなげよう平和な 未来への願いです、まあ。まさにこの願いが、目黒区民の皆さんのみならず、現在8000キロ離れた目黒の地で、7世帯14名の方が避難生活を余儀なくされておりますけれども、そういった皆さんに、そして8000キロ離れたウクライナの皆さんへも、この願いが届く,届くことを心から期待をし、市長青木恵のメッセージとさせていただきます。 ではどうもありがとうございました。